僕のキャンプアンの方もキャンプアンじゃない方もこんにちは、ヤキです。今回紹介するのはこちら。ワークマンのトレッドモックエコです。ワークマンのシューズ、昨シーズンは同じワークマンのダークスハイランダーを使ってたんですけど、今年はね、こっちもちょっと試してみたいなということで、もう一個買いました。今回はね、こちらを紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので、役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。というわけで、紹介していきたいと思います。まずね、お値段、税込み1500円なんですよ。めちゃくちゃお安い。で、これね、ワークマンの社員がほぼほぼ全員持ってるという商品で、ワークマン社員も気に入って使ってますし、実際にめちゃくちゃ売れてる商品なんですよ。で、いろんなカラーが出てて、自分好みのやつを選べるんですけど、僕の場合は、初めね、コヨーテ欲しいなって思ってたんですけど、ちょっとね、店頭でこのフィールドカモ見かけて、あ、これかっこいいなと思って、今回はこのフィールドカモにしました。で、この表面がね、キルト生地になってるんですけど、撥水加工されていて、急な雨が降っても安心です。そして、ここね、中綿がちゃんと入ってるので、あったかいんですよ。で、ここにね、着脱式のインソールが入っていて、結構分厚いんですけど、1センチぐらいある肉厚のインソールが入ってます。なので、履き心地もね、ふかふかなんですよね。そして、このかかと部分、こうやってね、潰すことができます。なので、堂々と踏み靴ができます。なので、サンダルのように履くこともできるんですね。だからちょっと急いで靴履いて出ないといけないみたいな時に、踏み靴でね、サンダルみたいに履いていくっていうようなこともできます。で、通常の普通の靴だと、踏み靴するとかかとも潰れるし、罪悪感感じるんですけど、これはもう元から踏み靴するようにできてるんで、罪悪感もなく踏み靴ができます。というわけでね、ちょっとね、履いていきたいと思います。あ、すごくね、かかとも柔らかいので、すごく簡単に履けますね。で、すっごいふかふかです。履き心地最高です。なんかね、ちょっと大げさかもしれないですけど、雲の上を歩いているようなふかふか感がありますね。こんな感じです。これはね、もうこの冬、大活躍すること間違いなしですね。はい。では、今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。